Director Keita Ameki。 ゴールデン優雅役栗山渉さん。 Let's have it 栗山 He plays 優雅。 ジャプチェ武役池田純也さん。 純也 池田 playing 純也。 宇都宮あぐり役青木恒典さん。青木、プレイス・アグリ。神田役、井上正弘さん。I'm Masahiro Inoue, playing Jinka。 皆様、改めて大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。それではまずはじめにですね、先ほど、終演後に大きな大きな拍手をしてくださいました皆様にご挨拶をいただきたいと思います。私からお一方ずつご紹介させていただきます。まずはじめに本作を手掛けられました雨宮啓太監督です。ディレクター雨宮啓太です。雨宮です、楽しんでいただけましたでしょうか。ちょっとホッとしてます。アンデュイト、今日はイケメンを連れてきたんで、たっぷり着て帰ってください。So please enjoy. Thank you. ありがとうございます。続きまして、道外龍河役栗山渉さんです。Mr. 渉、栗山渉、龍河。道外龍河役の栗山渉です。本日はお集まりいただき本当にありがとうございます。本当にかっこいい作品ができたと思ってます。ありがとうございます。 Thank you so much for coming today. I think this is a real cool movie. Thank you. 続きまして、ジャクズレタケル役池田純也さんです。純也、池田の声です。タケル、I'm so 英語うまく喋られへんから、日本語で喋るな。 I was speaking Japanese. 強くしてくれた。そうですね、良きおっぱい映画が出来上がったと思っております。この後ね、皆さんいろいろ喋りますんでね、私の方はちょっと影をこう薄くして、やっていきたいと思います。絶対嘘でしょ。I'm gonna keep really quiet because everyone else will speak, so let them speak. ちょっと肝心なところはついちゃいます。ちょっとおっぱいになります。最後のおっぱいブルブルは池田のアドリブなんです。いや、そんなことないです。それはもうアドリブが過言には That was improvisation by him.それだけは言っときました。イアンが本当に嫌がってました。イアン really didn't like that. 全部通訳されるっていう。おっぱいブニブニブニ。 Yes, おっぱい国際映画祭なんだ。 You know what he meant, so 続けさせていただきます。お願いします。続きまして、くすがみあぐり役青木つねのりさんです。つねのり、青木のプレイスあぐり。くすがみあぐり役の、青木おっぱいつねのりです。So I am also breasty. 本日はね、ご来場いただき誠にありがとうございます。最後まで楽しんでいってください。Thank you so much for coming and enjoy. ありがとうございます。続きまして、神賀役、井上雅宏さんです。雅宏、井上、who plays神賀。皆さんこんにちは、神賀役の井上雅宏です。あまりコンプライアンスに引っかかることは言わないようにします。とても皆さんで、魂を込めて作った作品ですので、こうして皆さんにこう見てもらえること、とても嬉しく思っています。今日は楽しみにいてください。 We really put our hearts into making this film, so I'm really glad that you saw it and I hope you enjoyed it. ありがとうございます。それではマスコミの皆様、一旦フラッシュ設定はお休みでどうぞよろしくお願いいたします。まずはですね、これから先皆さんにいろいろとお伺いしていきたいと思うんですけれども、まずは監督にお伺いさせていただきます。今回2013年2015年にテレビ劇場にて放送された道外龍河の物語の第3弾がここでお披露目となりまして、東京国際映画祭、そして皆さんから本当に熱い拍手を受けていらっしゃいますけれども、今の気持ちはどんな感じですか？So we'd like to ask the director first of all, are you making that third film in the Ryuga series? So why did you want to make the film and how does it feel right now? ですね、道外龍河の話をですね、横山監督から引き継いで作ったんですけども。僕はアグリとタケルをずっと出したかったんで、今回本当にそれが実現してすごく嬉しいです。
So I took over from director Yokoyama and to make the continuous the story of Yuga, and I really wanted Aguri and Takeru to be in the film. So this time we were able to realize that, so I'm very happy about that. そして栗山さん、ゴールドストーム賞以来久しぶりに動画優雅が帰ってきました。さて、もう今特別な思いがね終わりだったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。服装に栗山、ね、服装に出てますよね、まずね。あ、そうですね、気持ちの強さが。 My feelings are expressed in my clothing. いや、本当に今日を迎えられて本当に幸せで、もうガロという作品でレッドカーペットを歩ける国際映画祭に出れるなんて本当に役者として幸せなことだなと思ってます。 And I was so happy to be able to walk the red carpet and as an actor to be entered in an international film festival. This is really an honor. 今回は栗山さんのアイデアもいろいろ盛り込まれたり、監督とお話しされたりして、本当にあの栗山さん、そして龍河の成長も見れる本作になったんじゃないかなと思われますが、いかがですか。 So how was it? We could see the growth of Ryuga in the films, and was your ideas often incorporated into the film? そうですね、そのアイデアっていうのは僕とマー君と結構話させてもらって、雨宮監督に相談して、で雨宮監督がそれいいじゃないかって言ってくれて、採用されたあのシナリオもありまして、で、まあ、こういうことができるのっていうのは、僕がガロで5年間やってこなかったらできないことなんだなと思って、改めてガロの、僕がやってきたガロの深さというか歴史を感じた、この神の牙になったなと思います。Well, my ideas, I talked it over with Markun and also talked to the director, Amemiya, and so we incorporated some of these ideas. And the fact that we can do this is because I've been involved with Garo for 5 years, and I think I really felt the depth and the history of the series. ありがとうございます。そして池田さん。池田さんは闇を照らすもの以来久しぶりのご出演となりましたけど、本作の話聞かれた時はもう純粋に嬉しかったとおっしゃっていらっしゃいましたが、 So it's been a while since you were in Garo, the one who shines in the darkness. So how was it when you heard that you were going to be in this picture? そうですね、とても純粋に嬉しかったですね。本当にあのなかなかこう4年5年とい こう月日が経って、また同じ役を演じるっていう機会って、まあ、そうそうないことですし、それを、まあ、このガロっていう作品で、まあ、変わらず家族みたいなスタッフの皆さんや、まあ、クリちゃんだったりだとか、その当時のメンバーがいて、また新しいキャラクターメンバーもいてっていう中で、この作品を作れたのは本当に嬉しく思っております。So it's really wonderful to be back in the film after 4 or 5 years and to play the same role. It's a great opportunity for me. It's like a family with Kuri-chan and all these old members, plus the new members as well. So I was really happy. ありがとうございます。そして、大丈夫ですか？ Happy. Thank you. そして青木さん。青木さんも闇を照らすもの以来久しぶりのご出演となりましたけれども、やっぱり聞かれて嬉しかった。Mr. Aoki, how did you feel being asked to be in this film? あ、もちろんすごく嬉しかったですし、闇を照らすものからね、シリーズが続い、リーガのシリーズが続いているということで、またそういうお声がかかるかなという期待もあったので、その夢が実現したような気持ちでいましたね。I was also very, very happy because after Garo, the one who shines in the darkness, I knew that the story of Ryuga would be continued, so I was hoping to get a call and I did, so I'm very happy.で、まあね、作品皆さんにはご覧いただきましたけど、やはり撮影現場は、ね、青木さん、ハードでしたよね。It was a very difficult set. Yes. いや、すごくね、ハードな現場でしたけれど、すごく和気あいあいとしていましたし、やっぱりそのスタッフさんと役者陣、チームが一丸となって、すごくね、取り組みもスムーズで、まあ、なかなか危ないアクションなんかもいろいろありましたけれど、まあ、頑張った甲斐がある結果としてね、映画が今、上映されたなと。We really did have a very difficult shoot, but the atmosphere on set was very friendly, and the cast and the crew are all working together very smoothly. So we did have some dangerous action scenes as well, but it turned out to be a great film, I think.
ちなみに青木の衣装がですね、一番ここはお金かかってまして。青木は歌手としても眼鏡とかですね、弓矢が全部純銀製で作ってあるんで、一番お金がかかってまして。総制作費の3分の1ぐらいでした。喜んでましたよね。He was very happy with that. 嬉しかった。いや、本当ですよ。ここに矢尻を何個か入れてるんですけど、計多分30万ぐらいしたんじゃないですかね。300,000 yen spent on just those little spears. ということは、この映画の制作費が約90万円です。安すぎるだろ。So the whole budget is about 900,000 yen. 90万円。Which is extremely cheap. 中古車も買えるの。You can't even buy a used car.井上さん、ゴールドストームショーに続いてのご出演となりました、はい、前作で龍が最大の敵であったジングが今回復活となりましたけど、ね、先ほども栗山さんもいろいろ話し合ったとかお話されてましたけど、今回の、役作りだったり撮影でご苦労があったところってどんなところでした？ So Mr. Ino, you play Ryuga's nemesis, Jinga, and how was it to create this character? Was there any challenges involved? そうですね、栗山くん、わた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 るんではやっぱりゴールドストームショーで1年間一緒にやらせていただいたので、その役作りという面においてはもうそこまでせずにこうすっと現場に入れて、そして雨宮監督と、スタッフさんとともに、作ることができたので、そこに関してはすっとできたなっていう印象で、わたわたわたるんのおかげだなというふうに思うんですけれども、ジーナの衣装がですね、とても変わってスカートみたいな感じなので、蹴りをちょっと見せるのにとても苦労しました。回し蹴り とかだとすごくスカートがひらってこうファーってなるんですけど、こういう感じの蹴りがなんかあまりスカートで見えないので、このスカートを一回こうしてからこうするっていうそういう所作がちょっとアクションで難しかったです。So I did talk it over with Wata Wata Wata, and because we've been working on the series before, we told our ideas to the director, Mr. Amemiya, but it went very smoothly. And Gina's costume, it has a skirt, and therefore when I do some kicks, that was a big challenge. When I do sort of a roundabout kick, that was okay, but when I do a side kick, I had to sort of lift the skirt once and then do the kick. ありがとうございます。監督、本当に皆さんがいろいろ話してくださって、その仲間の、ね、仲の良さだったり、本当にでもこの作品をご覧いただいた時のまたやっぱ真剣勝負だったり、本当にいろんな魅力を感じさせていただいていますけど、改めて監督からご覧になった撮影現場というのはいかがでしたか？ And how was it for you working with these members after a while? To director Amemiya さん。はい、僕自身ずっとガロやってきたんですけども、今回の現場が一番普通な平常心といいますか、普通な気持ちで入れたっていうのと、やっぱり俳優さんたち、あと女優さんたちがすごく、みんないい関係性というか、つかず離れずのいい感じだったんで、とてもいい仕事をさせてもらったって、僕の方がすごく感謝してます。I really think that it was a very normal kind of set, and I've been working on Garo for a while. I could stay calm, and the actors and actresses had a very good relationship, and therefore I think there was a great balance. I am very grateful to have worked with them. 皆様、貴重で楽しいお話ありがとうございました。 Thank you so much.そして続きまして、フォトセッションに入らせていただく前に、道外龍河が鎧を召喚し現れる黄金騎士ガロショーにご登場いただきます。
ありがとうございます。それでは早速、きちんと戻ってくださるっていうね立ち位置にこう戻ってくださるというのが大体オードリーの春日と同じ今張り方だけでベストは着てないですからね、はい、それではここからはですねマスコミフォトセッションとさせていただきたいと思います。まずは視聴の皆さんからの撮影となります。視聴の皆様はい、ご準備ください。そしてキャストの皆様はですねマイクを、はい、こちらでお預かりをさせていただきます。So this is a photo call for the photographers in the front. はい、少しセンター寄ります。皆さんグッと寄っていただいての撮影となります。それではよろしいでしょうか。センターから参ります。はい、オフィシャルさんから参ります。お願いします。はい、映画祭オフィシャルさん、はい、こちらでございます。はい、今左のカメラマンさんの方に行ってます。ありがとうございます。どうぞお声掛けください。はい、どんどんお声掛けください。皆さん息してて大丈夫ですよ息止めてらっしゃる方いらっしゃる大丈夫ですか、ね、ちょっとぐらいおしゃべりいただいても大丈夫ですからね。 You can breathe and you can talk amongst yourselves. You're free to do that.はい、ありがとうございます。それでは一番向かって右端ですね。一番向かって右端のカメラマンさんに行きたいと思いますが、パネルをこのままで大丈夫ですか？ちょっと移動させましょうか。はい。あ、じゃあこちらの、はい。はい。はい、お願いします。一番右端です。向かって皆さんの右端です。どうですか？よろしいでしょうか？はい、その隣こちらお願いします。どんどんセンターに。ありがとうございます。どんどんこちらお願いします。こちらです。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、どんどんセンターに戻ってます。順次お声掛けお願いします。よろしいでしょうか。はい、よろしいですか。もうセンター戻っちゃっていいです。はい、お願いします。はい、少しポーズが欲しいということで。はい。その後ムービーさん参りますのでご準備ください。よろしくお願いします。はい、決めてください。お願いします。はい。これ大丈夫なんですか、このカメラマンさん的に。あ、OK と、あ、そうなんですね。あ、いいですね。挑戦か。はい、もう一回。会場奥のカメラマンさんです。はい、こちらに手を振っていただけましたら嬉しいです。いかがでしょうか、ね、ガロッショーさんもね。はい、よろしいですか。 OK だった。 OK、 はい、ありがとうございます。これでマスコミフォトセッションは終了です。皆さんもご協力ありがとうございました。 Thank you so much for your cooperation. それでは最後にですね、ゲストの皆様を代表して雨宮監督と栗山さんに一言ご挨拶いただきたいと思います。まずは栗山さん、お願いします。栗山です。本当に今日はお集まりいただき本当にありがとうございます。そして龍河シリーズの、この作品が集大成みたいな形にはなりましたけど、僕はガロであり続けますし、絶対あのプロフィールからガロを消すことはありません。ガロであることに誇りを持っていて、ずっと本当はガロやりたいですし、けどこれからもね、いろんな作品にも出たいですし、でガロもずっとやり続けたいし、もう皆さんも龍河シリーズを追い続けてくれたことに本当に感謝しております。本当にありがとうございました。And thank you everyone. I will never erase Garo from my profile. And I will continue to always love this series. And I'm so grateful to all of you who have watched
the Ruga series, but I also want to do other films as well. So thank you for all your support. ありがとうございます。それでは最後に監督お願いします。Mr. Amemiya, please. はい、ありがとうございます。毎度同じことを僕言うんですけども、ガロという作品はですね、応援してくれてる、ここにいるこの皆さんがいて、初めて、成立する作品です、という言葉を3回も聞いたって知りますかね。ありますね、はい、もう皆さんの映画なんで、どうかこれから1月に公開しますので、ぜひ友達とか、職場の仲間とかに宣伝して、もまだがもっと広めたいと思いますので、どうか援護射撃応援引き続きよろしくお願いします。あとガロに関わった俳優さんは皆さんとても素晴らしいので、他の作品で見ても応援して追かけてあげてください。今日はどうもありがとうございます。It is because of the fans and because of the audience that we have this film, Garo. And so, maybe you have heard me say that 3 times. We just had some hands, show of hands. But this film belongs to you, the fans and the audience. And this will be released in January. So please tell your friends and office workers, your companions. And I want to really spread the word, and we seek your support.And the actors are really wonderful in this series, so I hope you will support them in their other films as well. Thank you very much. ありがとうございました。ガロ、神の木場の皆様でした。どうぞ大きな拍手を持ってお見送りください。